決めた。私が行くから。ジョニー、あんたは残って。また問題から目をそらす気か？罪悪感でも感じてんのか？そんな簡単に死んでいいのかよ。よして、もういい。てめえ自身の体なのに、てめえ自身が諦めんのか？俺を殺すのが怖くて、自分を消滅させるっていうのかよ。もう決めたの。口を出さないで。誠実なのはいいが、お前はとんだ間抜けだよ。初めて会った時から何も変わってねえ。もう疲れたのよ、ジョニー。どうなるにせよ、一からやり直したい。あんたにとってもこれがベストよ。ディ、俺はお前のことが心配なんだ。いつになったらこの感覚になれるんだ。作りをしないと。お前に話しかけるのもやめないとな。Can you feel it?大した量じゃないが、まあ構いやしない。まだ少し時間があるな。ならお前んとこに寄ってくか。足がいるな。ここはスティーブのやつに頼むとするか。
かよ。リチャード・ナイトだ。この町を作ったやつだぞ。さっさと開けろ。やあ。よう、元気か。今日はどうしたの？カースビーズ・メタル・ハンズの新版を買ったんだけどさ、最初の4曲がもう最高だよ。その技どうした？転んだわけでもないだろ。親父か。その起こすの忘れて仕事に遅れさせちゃってさ、俺が悪いんだ。うちの目覚まし時計を持ってけ。鍵は開いてる。使わないの？アラームは好きじゃないんだよ。ちゃんとコードの練習してんのか？うん、でも指が追いつかなくて全然上達しないんだ。とにかく練習しろ。そのうち上手くなる。いずれ何も考えずに弾けるようになるさ。コツさえつかめばな。もう一曲練習してたんだ。聞く？今は急いでる。また今度な。車と運転手を探してるんだ。今日は街でいろいろと野暮用があってな。いいよ、任せといて。出かけるときは声をかけろって言うんだけど、どうせ母さんは何も聞いちゃいないから。行こう。ずっと弾いてると指が痛くなる。痛くない弾き方ってある？ないな。指で鉄線を絞って音を出してんだ。痛みばっかりはどうしようもない。そっか。心配すんな。ずっと続けてりゃそのうち指の皮が分厚くな。おい、一体何してんだ？出かけんだ。どこへだ？あ、ちょっとその辺だよ。すぐ戻る。うちの中に戻れ、今すぐだ。隙ありゃフラフラ遊びに行きやがって。また車の鍵を持ち出したな。バカ野郎、うちの中に戻れ。何の用だ？車がいるならてめえで買え。俺の息子には近寄るな。あ、酔っ払いと一緒のゴミ捨て場じゃ。スティーブが家にいたがらないのも無理ないな。はあ、お前んじゃマシだってのか？うちに子供はいないが、この調子じゃあんたんとこからもいなくなりそうだな。うちはゴミ捨て場なんかじゃない。俺が掃除してるし。言葉のあやってやつだ。本気にすんじゃねえ。乗って。あんまりギターばっかりじゃ。ちゃんとしつけた方がいいぜ。これからもこんな調子なら逃げ出そうと思ってる。もう何年かしたら家を出られるだろう。そしたら親父のことなんかあっという間に忘れられるかもね。でもそのためには強くならないと。どこ行くの？タイムマシンだ。いいね。前にケリー・ユーロダインを見かけたよ。ファンなのか？当たり前だろ、レジェンドだぜ。好きじゃないの？実のところケリーは好きじゃない。どうして？金や名声、そういう俗っぽいもんばっかに気を取られてた。音楽への愛が足りてなかったんだよ。それさえあればもっと魂のこもった音楽で伝説になれたはずだ。ケリーを知ってるみたいな言い方だね。知ってるんだよ。俺もミュージシャンになってみせるよ。忘れるな、楽な道じゃないぞ。分かってるよ。とにかく練習を頑張るつもりさ。初めはそれでいいが、後に待つのは苦労ばかりだ。好き勝手なことを言う批評家にアンチ、絶えないプレッシャーにめちゃくちゃなライフスタイル、ボロボロになっちまう。保険を用意しといた方がいい。保険？何でもいい、収入を確保するんだよ。それで最悪の事態は避けられる。やけくそになったらしまいだからな。音楽ってのは体の内に宿るもんだ。
お前の血や肉と一緒さ。そっか。まずは曲作りからだな。経験を積めば積むほどいいものが書けるようになる。始めるなら早い方がいい。実は数曲考えてる。ほう。でも歌詞で苦戦してて、とりあえず書いてみてもどっかで聞いたようなのしかできない。何を書くべきかわからないんだ。正直に真実だけを書け。自分の気持ちに対しては特にな。そりゃ自分の気持ちに嘘はつけないよ。本気で惚れてないならラブソングなんか書くな。お涙ちょうだいが売れるからって理由で泣かせる曲を書くんじゃない。ああ、うん。胸をえぐられるような何かを感じたらそれが曲を書くべき時だ。真実が指をすり抜けても音楽ならそれをつかめることがある。よし、着いたよ。ありがとな。ここで待ってるかい？一緒に行くよ。進歩チェックしたいしさ。何を探してんの？ここにはキリー・ユーロダインがよく来るんだって。町一番の品揃えだもの。特に有名人はよく顔を出す。なんでか理由がわかる？さあな。別に俺には関係のない話だ。私はお客を詮索しないし、記録もしない。それにおしゃべりでもない。それでご用件は？ギターを探してる。ご自由にどうぞ。まともなやつが欲しいんだよ。何ケチつけるの？しけったベニヤ板を合わせた安物のボディだ。こいつはひどい作りだね。音は鳴る。弾き方を知ってればね。ローリーが逃げる。めくらさってるな。調整できる範囲でしょ。一番大事なのはピックアップだ。上等なのを使わないと話にならない。見た目なんて二の次だ。そうね。冷やかしに来たんじゃない。本物を買いに来たんだ。それだけの金も持ってきてる。なんだ、早く行ってよ。じゃ裏へ行きましょう。ねえ、勉強になるかもね。どう？うわ、すげえよこれ。右と左は全部クロマティクスとヘンダーソンズの最新モデルよ。ヴィンテージものは正面にある。デルーズ・オルフィーン、本物か？よく見てみなよ。確かめただけさ。立派なもんだ。手入れも行き届いてる。こいつは70年ものか？90、まだまだ現役よ。フィンガーボードは天然の黒炭製。テンゾア・パラダイズ、レプリカか？れっきとした本物。じゃあ100年以上前のだね。ダブルハムバッカーにネックは接着じゃなくネジ式か。クラシックだな。バランスも完璧よ。構えるのも楽。
いいか。もちろん、ご自由に。最高の日だ。好きに見てて。表に戻って目を光らせてないと、すぐに泥棒が入る。シルバーハンドをそんな風に弾ける人初めて見た。シルバーハンドはレッスンを受けたことがないって何かで読んだ。独学で自分のスタイルを築いたんだって。どうやってるの？まるで本物みたいだ。いい耳してるな。確かに真似できないスタイルだ。でもできてた。完璧に。俺の中に奴が宿ってるのさ。いや、俺がジョニー本人なのかもな。待ってよ、ジョニーが生きてたらもうヨボヨボのじいさんだろ。あんたは若すぎるし、そもそも女じゃないか。運命のいたずらでこの体に収まっちまったんだよ。ずっと女でいる気はありゃしねえけどな。チューマ、次はもっとマシな嘘をつきなよ。で、どうやって弾いたのさ？弾き方より自分のスタイルを見つけろ。大事なのは練習することだ。才能が？才能ならある。本当？本当にそう思う？自分を信じてないのか。自分に厳しいのも悪いことじゃないが、自分の力を信じることの方がずっと大切だ。俺じゃ本物のロッカーボーイにはなれないよ。おい、自信を持て。俺は自分が信じてることしか口にしない。そう決めたんだ。最高の日だ。ああ、手が震えてきた。ロッカーは本音をぶつける反逆者だ。親父には試したけど、いいことなかった。真の反逆者になるには時間がかかる。どういうこと？うまく説明できないが、自分で経験するしかないんだ。あんた変わってるけど、友達になれて嬉しいよ。ああ、俺も嬉しいぜ。もう少し弾いてく？いや、時間がない。金を払ってさっさと行くぞ。それで？これをもらう。いいチョイスね。よかった、ちゃんとしたギタリストの手に渡って。他にも何かいる？いやいい、これでいいか。じゃあね、急ぐぞ。まだいくつかやることがある。わかった。うん、どうした？OK、どこまで？墓地までだ。了解。というわけで、お届けしたのはペリラス教授。とここで不穏なニュースが入ってきたぜ。アラサカがミニテクとの交渉を打ち切ったらしい。俺はいよいよだな。匿名の情報筋によると、よりのばアラサカは今日、こんな
ちょっと待ってくれ。いつも聞いてくれてるリスナーなら、何ヶ月か前に荒坂タワーに突入した根性あるやつらのことを覚えてるよな。あの時はシルバーハントの時代を思い出したぜ。荒坂はあれで経済的打撃を食らった。しかし魂の救済のバッシングを受けた被害に比べたら微々たるもんだ。メディアがあんな風に荒坂の事業をこき下ろすとはな。リスナーのみんなも忘れちゃいないよな。人格の強奪、記憶痕跡の虐待などなど、荒坂は猛烈な非難を浴びた。中でもとびきり強烈だったのが神の領域に踏み込んだことだ。しかしそう考えると、今回のミリタクとのいざこざも違う見方ができる。専門家によると、荒坂は別の問題から世間の目をごまかそうとしてるだけだって話だ。どう思う？日本の巨人はこの危機を乗り越えられるのだろうか。親父はまた企業戦争が始まるって言ってた。今にもどっちかがしびれを切らすって。本当かな？また戦争が始まると思う？心配しなくても、もう戦争は起きない。荒坂は見た目より弱ってる。企業は嫌いだ。俺もだ。人々から搾取するだけじゃ腹が満たされず、企業同士が互いを餌食にしようとしている。この辺に連れが住んでるんだ。どこだ？いや、ここからじゃ見えないよ。そいつとは仲いいのか？一度家に呼んでくれた。そいつのお母さんが昼飯を作ってくれてさ。ここを通るのは好きだ。いいところだよ。この街は生きてる。そりゃみんな歩き回ってるし。そういうことじゃない。人間が作り出した化け物がいつの間にか人間を食い物にするようになっちまった。フランケンシュタインみたいだね。フランケンシュタインの怪物な。そうだね、確かにここはいいところだ。ここに来たのは初めて？いや、でも初めて気づいた。ゆっくり眺めたことなんてなかったからな。まるで街が指の隙間からすり抜けてったみたいだ。足元や頭上を通り過ぎようが、それに気づくことすらできなかった。それを曲にしたら？考えとく。いいペンダントだ。似合ってる。実は俺のじゃない。じゃあ誰の？昔知り合いだった。惹かれた女だ。俺はそいつの代わりにここにいる。死んだの？ああ、こいつが殺したんだ。それどうするんだい？持ち主に返すのさ。一緒に行ってもいい？ダメだ、ここで待ってろ。すぐに戻る。わかった。進まないわけにはいかないんだ。この顔がついてる限り、お前を忘れられやしないからな。あんな決断をできる奴はそうそういやしない。いや、お前だけだ。お前には感謝してる。してもしきれないくらいな。
次はどこに？おい、何してるんだ？数回？やめたんだ。お前もやめとけ。体に悪いぞ。心にもな。次はどこに？バスの時間が迫ってる。その訪ねてた人っていつ亡くなったの？うん、最近のことだ。寂しい？ああ、少しな。じいちゃんが死んだ時すごく寂しかった。でも今はそうでもないよ。ああ。せめて生きてるかどうかぐらい教えてくれ。説教するつもりはないが、定期点検もすっぽかしやがって何度も口を酸っぱくして、ったく。一度連絡してくれ。じゃあな。もしもし、 B？ しばらく連絡がなかったから元気にしてるかなと思って。あなたはまだナイトシティで頑張ってる。私は全てを捨てて逃げ出すことばかり考えてるくせに、結局まだここにいる。バカみたいでしょ。アリ地獄と一緒ね。出ようともがくほど引きずり込まれる。膝まで埋まったら最後、もう抜け出せない。エヴリンみたいに。とにかく元気でね。気が向いたら連絡ちょうだい。
ちゃ。よう、フリー。たく、参ったぜ。あの襲撃のことを思い出すと、未だに体が熱くなる。ノーマッドが荒坂に歯向かうなんてよ。無謀もいいとこだ。自殺行為と言ってもいい。生きて帰れるかもわからなかったが。だがどうだ、俺たちは何とかやってのけた。そうだろう。それも全部フィーの活躍のおかげだ。イカれた奴らが大したもんだよ。パシフィカからアパラチア山脈までその名を轟かせたな。これから何をどうする気かを知らないが、お前が望むなら俺たちは地獄の果てまででも付き合ってやるよ。約束する。じゃあな、フィー、体を壊すなよ。メッセージ聞いたよ。あんたとは長い付き合いだ。イカれ具合も諦めの悪さも十分理解してたつもりだけどね、今回ばかりはさすがに驚いたよ。しかし B が受け入れるなんて相当気に入られたんだね。さすが色男だ。ジョニー、教えてよ、自分のために他人が犠牲になるってどういう気分なんだい。どうせまた安いテキーラを飲みながらバカな女だったって笑ってるんだろ。それともようやく心に痛みを感じたかい。そんなわけないだろうけどね。じゃあせいぜい達者で、二度とナイトシティに戻るんじゃないよ。かつての侍は切腹の儀を執り行う前に自省録というものを残した。人生、そして死について最後の思いを込めた句だ。俺は先人の句をたくさん読んできた。中には美しいものもあったよ。だが俺は侍じゃない。簡単な言葉で別れを告げさせてもらう。地獄に落ちろ、クソ甘。いい？ごめんなさい、忙しいのは分かってるんだけど、あなたがどうしてるか気になってタロットで占ったんだけど、引いたのが吊るされた男、魔術師、星。よくないカードよ、 B。 むしろ最悪と言ってもいい。死を示してるようだけど、ちょっと違う。とにかく気をつけてね。できれば近いうちに連絡して。We had to pay the price.